給仕するようプログラムされていますが。なあ。おい、そこの話がある。問題でもあるのか。問題はあんたが息子のネルソンを殺したってことだ。本当のことか。なぜ俺が殺したと思うんだ。マロスキーがそう言った。奴の子分の一人があんたがやったのを見たんだ。冷酷にも殺したんだ。よくも面と向かって嘘をつけたもんだな。あんたがやったのか。ネルソンを殺してない。誰が言ったか知らないが、それは嘘だ。あんたは責任を押し付けるには簡単な標的だしな。じゃあ誰がネルソンを殺したんだ。心当たりはあるか。マロウスキーだと聞いた。ネルソンはマロウスキーから薬を買っていた。それは知ってる。マロウスキーがなぜ責任を負わせようとしたかも筋が通った。あの卑怯者は報いを受けるべきだ。奴があんたを当てにしたからといって浮かれないことだな。奴を始末する報酬として400キャップ払おうじゃないか。お互いにメリットがある。どうかな。取引しようじゃないか。マロウスキーは死んだも同然だ。それを願うよ。奴が死んだら報告に来てくれ。こいつら人間は戦うのが好きだ。不思議に思ってるのか教えてやる。ダイヤルのシティラジオ。フレッド、今日も一日ロビーをうろつくつもり？それともちゃんと下に行って働くの？お客様にいつでも対応できるようにするのも仕事のうちだ。薬を調合するだけじゃないんだよ、クレア。薬を試飲するだけが仕事ってわけでもないしね。薬をやめれば集中して取り掛かれるんじゃない？なんだって？薬をやらないのに作るだけなんて何が楽しいって言うんだ。私のミスだわ。ねえ、ちょっと新顔さん、ジェットが必要だろ。自家製だよ、安いよ。ジェットってなんだ？知らないの？最高だ。これはただ何でもハイパーチャージしてくれるものだよ。一回吸入するだけで10人分のスピードになれるとかね。他にどんな薬物があるんだ？そうだな、医薬品ってやつもあるよ。放射能による症状にはラッド X とラッドアウェイ。ねえ、なんでこれがラッド X って呼ばれてるか知ってる？かっこいいよね。メンタスは科学者っぽいタイプのためのものだ。ほら、大きな問題を解決するためにブーストかけたいインテリとか。バファウトは腕っぷしが強いやつ向けだ。まあ全部試してみればいいと思うよ。仕事はあるか？あるよ。実は君なら完璧だろうね。ガンナーって知ってるよね？上級傭兵の。あのね、奴らが昔のハルシジェンの建物の周りをゴミ漁りするって言ってたんだ。つまりさ、名前に注目してほしいんだ。この世界のものじゃないすごいものがあるに違いないよ。何か手に入れてきて。金は払う。200キャップだ。ガンナーがそこにいるって言ったか？一番腹黒い傭兵がうろついてるよ、相棒。装備が充実してる。組織的だ。だからほら、捕まらないように気をつけてね。ハルシジェンについてもっと教えてくれないか？言った通りだよ。名前が素敵なんだ。多分手に入れる価値のあるありとあらゆる薬物を作ってたと踏んでる。ガンナーはそこに1チームを送り込むつもりだったんだ。奴らは薬物で酔った標的を追いかけたりしないし。いいよ、フレッド、取引成立だ。最高だ。絶対に最高だよ。部屋をご希望か？クレアが受付をしている。しつこくつきまとっていないで奴に言え。ホテルは昔とは違うが、うちに行ったりするなよ。いや、何？ありえない。あんた、あんたなのか？サンクチュアリヒルズの奴だろう。違うか？待ってくれ、ボルトテックの人。そうだ、ボルトテックだ。20年間忠実に勤めてきて、
今はこの有様だ。入居リストに入ってなかったんだ。しかしあんた何なんだ。200年も経ってるのに完全な見た目をしてる。どうやってそんなことが可能なのか。ボルトには使える冷凍ポットがあった。実は最近解凍されたばかりなんだ。なんだって。ボルトテックはそんなこと言ってなかった。信じられない。私はハードな方法で未来になれなきゃいけなかった。生き抜かなきゃならなかった。こんな汚物や腐敗や流血の中を、私を見てみろ。グールだ、化け物だよ。この辺りには他にもグールがいるのか。昔から変人ケントと何も構わないデイジーのことか。そうだ、何人かいる。だがこの辺りにはいない。ボルトテックの者はいない。会社はただここに置き去りにしたんだ。本当にすまない。こうなると思わなかったんだ。なあ、あんたは昔会ったことのあるたった一人の人間なんだ。だから頼む。ここでは本当にずっと一人だったんだ。連邦の集落はどこも200年のボルトテック販売経験を持つグールなんか欲しがらない。なあ、サンクチュアリに戻ることもできると思うよ。訪ねていくよ、約束する。本当か。そうしてくれるかい。わかった、今からそこに向かおう。訪ねてくるって約束してくれたよな。そこで会おう。死ぬと物がいらなくなる。それを取る。役立たずの人間、もういない。化学物質の流出を確認しました。建物から避難してください。you
やった。ストロングはなんか変だと思う。誰だ？敵みたいな。繰り返します。化学物質の流出を確認しました。直ちに建物から避難してください。しました。建物から避難してください。ストロングが勝った。試験チャンバーにとどまり、ラボ係による次の指示を待ってください。建物から避難してください。化学物質の流出を確認しました。建物から避難してください。
ぬと物が見たくなる。それを取る。このガスから出るぞ。どこに行ったんだ。もういやめろやめろ。悪い子猫め、どっか行けどっか行け。やめろやめろ。繰り返します。化学物質の流出を確認しました。直ちに建物から避難してください。建物から避難してください。いいね。化学物質の流出を確認しました。建物から避難してください。人間、ストロング感心する。素晴らしい。繰り返します。化学物質の流出を確認しました。直ちに建物から避難してください。フレッド、おかえり。ハルシジェンはどうだった？何か役に立ちそうなものはあった？このキャニスターを見つけてきた。すごく
効きそうだ。すごい丁寧に扱わないと。化合物とかが分解されてしまわないように。ま、それは私の問題か。君に関しては残っているものをもらってもらうしかない。はい、約束通りだ。ところで何か探してるんじゃないの？自家製の薬物があるよ。少し見てるだけ。かっこいい。難しいことをするなら喜んで聞くようプログラムされてます。マロースキーは死んだのか？ああ、仰せの通りに。よかった、あのクソめ。楽に殺さなかっただろうな。ほら、これが支払いだ。話すのはこれで最後になるな。また仮想の人間が飲みに来ましたね。